各省庁の防災業務や地方自治体の地域防災の基本となる国の防災基本計画震災後初めてとなるその見直しが12月27日の中央防災会議で議論されました本日の会議におきましては東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震津波対策に関する専門調査会の報告を踏まえた防災基本計画の修正が 今回議論された修正ではこれまで震災対策編の一部として位置づけられていた津波対策を独立させ新たに津波災害対策編を新設その中で予防、応急対策復旧・復興と各段階における対策を体系的に提示しました。また 地震津波対策の抜本的強化に向けて津波の到達時間が短い地域では5分程度で避難できるまちづくりを目指すこと最大クラスの津波と比較的発生頻度が多い津波という2つのレベルを想定したそれぞれの対策の方向性などを盛り込みました。震災の教訓の と就任直後の所信表明演説で強調していた野田総理政府は今後も基本計画について原子力災害を含めた防災対策の見直しを反映し継続的に修正また防災対策推進検討会議でさらなる対策の充実強化に向けた議論を進めていきます 今年、平成23年を振り返りますと、東日本大震災をはじめ、国の内外において多種多様な災害が発生をいたしました、想定外のことが起こったという言い訳は、これからは通用しません、想定した以上のことが起こりうるということを前提に立って、その前提に立って、いかに備えるかが重要だという,うにあの思います。